ブルームバーグ、ブルームバーグは、経済、金融情報の配信、通信社、放送事業を手掛けるアメリカが衆国の大手総合情報サービス会社。本社は、ニューヨークにある。ソロモンブラザーズの元幹部で、第108代ニューヨーク市長であるマイケル・ブルームバーグ、以下、マイケルが1八十一年十月に、イノベーティブ・マーケット・システムズを、設立、後に社名を、 ブルームバーグと解消した。当初は再建取引の情報を専用端末に配信するサービスを提供していたが、その後、通信社をはじめ、テレビ、ラジオ、雑誌などメディア事業を展開。世界に185の拠点を持ち、社員数は約1万5500人。東京市局でも社員約600名を抱えて事業を展開している。マイケルが 当時のソロモンブラザースを解雇された際に渡された退職金を元手にメリルリンチ向けに再建の取引情報サービスを手掛けたのが会社の原点。そのためブルームバーグの株主にはマイケルの他にメリルリンチが並んでいる。当時、マーケットのデータ提供サービスはロイターとダウジョーンズに牛耳られていた。ただ、マイケル自身トレーダーをしていた頃に 両者のサービスに不満を持っていたので、これを改良するサービスを提供したところ大ヒットし、急成長を遂げた。現在では、株のほとんどを買い戻し、情報中立的な立場を取っている。その後、会社のブランド力を上げるには、報道部門が必要だと判断し、ウォールストリートジャーナルで再建担当の記者だった、マット・ウィンクラーをスカウトし、報道部門の責任者に据え、 本格的に報道部門に参入した。2009年12月にはマグロを昼社から雑誌ビジネスウィークを買収した。利用者の使い勝手や操作性、データの見つけやすさなどを向上させるようにソフトウェアの開発を常に行うことが強みになっており、2001年からの10年間で売上を約3倍に増やし、2010年の年少は推定70億ドルである。 ブルームバーグが提供しているサービスで最も普及しているのは独自アプリケーションを用いた情報端末である。どこからでもインターネット接続があれば利用できるブルームバーグエニュアと主に社内利用用の固定端末のブルームバーグプロフェッショナルサービスがある。一部にバグなどの問題の指摘もあるが常にユーザーのフィードバックをもとに新しい機能や改良など 頻繁に行われサービス向上に努めている。ロイターのシェアを過去10年以上にわたって奪い続けていることからも企業戦略としては成功を収めていることがわかる。2015年4月17日、取引システムに原因不明の障害が発生した。市場参加者らによると2時間近く画面が全く表示されない状態が続いた。 寝動きが確認できず、ニュース配信も途切れがちだったという。ブルームバーグニュースは、2012年6月に、中華人民共和国の習近平国家副主席、当時を含む、中国共産党首脳人の私有財産についての調査記事を配信してから、中国共産党政府の抗議を受け、同社記者への中国報道査証の新たな交付が、一切認められず、 中国の官民機関とのブルームバーグ端末の契約も減っていた。その後、同ニュースは、現職、現職の中国共産党、中央政治局常務委員の親族と中国人、実業家との資産的つながりに関する記事を準備したが、中国当局から国外追放されることを懸念して、配信を取りめたことが2013年11月に明るみに出た。 直後に執筆した記者の一人が停職処分になった上退社した。また、アジア担当の編集委員が中華人民共和国に関する調査報道の扱いをめぐり辞任した。同ニュースのウィンクラー編集長は同年10月末中国と同じ一党独裁下で報道規制を行っていたドイツの国家社会主義ドイツ労働者党ナチスを引き合いに出し、 記事を配信すればブルームバーグが中国から追放される可能性に言及していた。中国当局は同年11月末、同社の北京と上海のオフィスを抜き打ちで調査し、ウィンクラー編集長のナチス発言をめぐり謝罪を求めた。ブルームバーグのグロワー会長は2014年3月に中華人民共和国の特別行政区の香港で会社は ビジネスニュース報道の中心から逸れる記事を見直すべきだった。なぜならば、そのような記事は、中国市場における巨大な売り上げの可能性を危険に、さらしたからだと発言した。この発言は、蒸気記事を示唆したものと受け止められている。ブルームバーグは特定の記事にコード、コード204を埋め込むことで、当該記事が、中華人民共和国内のブルームバーグ端末で、 閲覧できないようにする機能も利用しているとされる。同社報道部門であるブルームバーグニュースの社員と記者はマーケティングと顧客管理上の観点から契約者である金融機関がブルームバーグ端末をどう利用しているかについて知り得る立場あり、これを利用して取材を行った疑いが持たれている。社員と記者は連絡先情報を含む 個別の契約者に関する属性、いつ契約者が最後にログオンしたか、契約者と顧客サービス担当者間のチャットに関する情報、加入者が特定の機能をどのくらい使用したかに関する、周別統計などのデータを閲覧することができた。これらの情報は、マーケティングや顧客管理のみに利用されたわけではなく、JP モルガンチェイスのトレーダーが2012年夏に起きた。 巨額損失事件で解雇されたか否かに関する取材でも利用され疑いがある。またゴールドマンサックスは自社従業員の雇用状況をめぐる取材で端末ログオン情報が利用されたとしてブルームバーグに苦情を申し入れた。同社のドクトルフ CEO は長い間限られた顧客関連データについて記者に利用を許していたが間違いだったと述べ ブルームバーグニュースのマシュー・ウィンクラー編集長は謝罪の他ゴールドマン・サックスに連絡を取った。なお、同問題が発覚する数日前に記者、編集者研修担当の社内弁護士が辞任を発表している。イギリスの経済紙フィナンシャル・タイムズは社説でブルームバーグはバカな真似をしたと評した上で記者が特権の乱用を行った背景について ウィンクラー氏の手による記者向きのマニュアルに手がかりがいくつか潜んでいると分析している。2010年9月29日、ニンテンドー 3DS が10月28日に1万8000円で発売と報道。クリスマス商戦の目玉になる可能性が高くなることを見越して、ニンテンドーの株価が急騰したが、ニンテンドー側が即座に否定したために、株価は瞬時に暴落。 この乱高下に対して、証券取引等監視委員会が調査に乗り出した。ついで、翌週10月6日、金融庁がメガバンクの自己資本規制を日本独自で可見ととの報道し銀行株が急落。金融庁は即座に否定したが、影響は市場全体へ波及した。ブルームバーグニュース、東京支局では、同社が独自に取り入れている業績改善プラン。 パフォーマンスインプルーブメントプラン、独自記事の本数などについてのノルマを2009年12月以降に男性記者に課した。この記者は2010年4月になってノルマを達成できないことなどを理由に退職干渉されるようになり同年8月に解雇された。記者は解雇を無効として東京地裁に訴えを起こし2012年10月5日に同地裁は解雇は 客観的に見て、合理的理由がないなどとして、解雇の無効を認める判決を言い渡した。ブルームバーグ側、代理人、フレッシュフィールズ法律事務所の岡田和樹弁護士は、この判決を不服として控訴したが、東京高裁も2013年4月24日、地裁判決を指示し、控訴を棄却した。ブルームバーグ側は彫刻せず、確定した判決に基づいて記者に給料を、 支払い続ける一方、男性を記者職に復帰させることは拒否しており、2013年7月に男性を相手取り、雇用関係不存在の訴訟を提起した。など。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。